マイスター、それ何売ってるんですか。これね、モトーレスピーダー。お、あんまり見たことないです、ね、そうでしょ。これもしかしたら若い方知らないかもわかんないですけど、このモトーレあったんですよ。モトーレスピーダーってエボリューションが出る前のモデルですね。懐かしい。本当に今回のスピーダーエボリューション初代から最新までを打ち比べするっていうので藤倉さんがね一緒に送ってくれたんです。最新のヘッドで昔のシャフトでって。ああ、でね、なかなか珍しいですね。そう、やっぱシャフトってこうご自身の好みでもうズバコンで決めちゃっていいんじゃないかなと思います。しっかり感はあるっす。割とこうピンピンしてる感じで。でこれだけじゃなくて、あと他にも、うん、このスピーダー661エボリューション TS、 これそう見たことないですね。そうでしょ。これね、はい、あの DJ DJ、 あ、ダスティン・ジョンソン。ダスティン・ジョンソン、彼が非常に好んでたまに戻したりして。え、そうなんですか。そうなんです。このシャフトで結構長く使ってるんじゃないかしら。とあとはこのスピーダー 661TR、はいはい、これはね本当にこう団室が、これ私のこれね、ちょっとあのカチャカチャして打ってみようかなと。藤倉っていうとやっぱ最近だとやっぱベンタスの、うん、ベンタスね、はい、のイメージが強いですけど、やっぱスピーダーシリーズしかり結構いろいろありますね。やっぱりまあ老舗ですからね、はい、カーボンシャフトの老舗、これを入れれば DJ になれるそうですね、ヘッドも一緒です。これはね、これ手元から重いね。これこれ完全に完全振り遅れの三振ですね。これはねきついね、これもう今でいっぱいいっぱいかな、もう。なるほど。これはなかなか脱線上手さすがだなみたいな。これだって DJ とか661の確か X じゃないかな、ちょっとかな。それをだってね、ワンフレックス落ちたにせよ私に打てっていうのはなかなかねこれなかなかですね。なるほど。そしてこの TR、はい、もうこれはもう完全なこうねマットブラックで JGTO 御用達みたいな。どうだろう。うんうん、この前に TS を打ってるのでそこまでじゃないかな。こっちの方がまだ、うん、はい、うん、良さそうですね。こっちの方がまだいけるぐらいかないや、でもこう3種類ともねなかなか歯応えがあるというか、はい、ぜひね、ヘッドスピードが速かったりとか飛ばしに、自信のある方はねこの3本、まあ、なかなかないかもしれないですけど、あったらねぜひドライバーでね試してほしいななんと思います。はい。